ジャズ喫茶ベレーラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ソニークラブのレコードからお届けしますけれども、ですね、このレコードなんですけれども、ちょっと冴えないですよね、ジャケットが。ご存知の方おられると思いますけど、未発表のレコードなんですね。日本はジャズ大国ですね。昔いろんな未発表をですね、レコード化して出すというのがもう、すごいですよね。これもその一つで、ブルーノートのレコードなんですけども、まあ、契約の関係で、最初は東芝音工、それからキングレコード、それからまた東芝 EMI っていうふうに、歴史があるんですけれども、キングレコードが日本の、まあ、ブルーノートの契約レコード会社であった時にですね、さまざまな、レコードがですね、ミュージシャンの未発表のものが、出てます。ケニー・バレルのものもあるしですね、他も、まあいちいちありませんけども、それでその一連の一つでこのソニークラブの、マイ・コンセプションというレコードですね。ですので未発表なので、録音自体はですね、ここにあるメンバーを見ていただければ分かりますけれども、当時のものです。テナーサックス、ハンク・モブレ、トランペット、ドナルド・バード、からベース、ポール・チェンバースから、アート・ブレーキ、ドラムっていう、もう文句のつけようのないメンバーですね。それでこのマイ・コンセプションなんですけれども、最近また、再発されましたね。あれは 180g 重量版で、どこでしたかね、ドームポエットですかね、全く違う、ジャケットですね。こんな冴えないわけではないでしょう。ソニークラブの姿が映っている、ちょっとオレンジのくすんだような感じのレコードですね、がまた出ました。それで一番最初に発表されたのはこのキングレコードのこの国内版ですね。これです。それでですね、マイナーミーティングとかロイヤルフラッシュとかですね、もう、馴染みのある曲ばかりになります。それで今日は A 面3曲、B 面3曲のうち B 面3曲目のですね、マイコンセプション、これをお届けしたいと思います。それぞれのソロパートが出てきますけども、ハンク・モグレのサックスもバードのトランペットも、みんないいですね。もちろんクラブのピアノ、はい。ぜひ8月の6日ぐらいでしたかね、再発出てます。そちらで、手に入れるのも、今だったらこれを手に入れるのは簡単ですので、ぜひ気に入っていただければですね、お買い求めいただいて聞いてみるともいいかなと思います。はい、じゃあ今からお開けします。ジャズはいいよ。
Thank you.